こんにちは。この時期三寒四温といって、寒いですけれど、でもちょっとずつ暖かくなって、でまたちょっと寒くなってという、こんな時期ですね。この時期って、お店でもよく観葉植物が元気がないんだけどとか、葉っぱが落ちてしまったとか、ぐにゃぐにゃになったとか、そういう方がとっても多いです。実はうちの店でもちょっと格好あるんですけれどね、うちはいつもお客さんが出入りできるようにドアを開けっぱなししてますので、外気が入ってきますんで、一般の家庭よりも相当傷みやすいです。これ実はフィカスのウンベラータという植物です。丸い葉っぱでね、とっても人気がありますね。可愛い葉っぱで、でウンベラータ寒さの影響を受けやすいですので、うちみたいに外気が入ってくるとどうしても葉っぱがパラ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 落ちて、今の状態こんな風になってます。ですけれどね、春になったら結構何事もなかったように葉っぱが出てくる植物なんですね。こんな植物結構他にもたくさんあります。ですから今傷んでも、決して諦めないでほしいんですね。春になって対処をすればまた復活するものがたくさんありますのでね、ぐにゃぐにゃになったからえいって捨ててしまうんではないようにしてほしいです。実はこれうちではパラ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 葉っぱが落ちたんですけれど、半分ぐらい落ちた時点で水をピタッと一滴もやらないようにして、カラッカラ状態にしてます。前も寒い時には水を減らしましょうというお話をしたかと思いますけれど、カラカラにして一滴も水やらない状態にしてましても、フィカスあたりは大丈夫です。はい、かえって中途半端に水をやることが、もっと傷む原因になりますので、水をぴったり切ってしまってます。でそうしますと、葉っぱは当然全部落ちてしまいます。ウンベラータに関しては、全部落ちても本当に何事もなかったり元に戻りますので、がっかりせずに、ちょっと我慢していただくということですね。でこの状態で完全に傷んでしまってからではなくって、早いうちに水を切ったということで、実は大半助かってます。これ水をやり続けたら、全部ダメになってしまってたところなんですね。水を切って一部この一本だけがシワシワで、はい、で他のものはほとんど全部というか全部ですね、残り全部は大丈夫です。はい、見たら分かりますよね。全然違います。はい、早くに水を切ることでここまでいかずに、はい、休眠状態に追い込んでるわけです。こうすることで寒さに対して強くなりますので、実際にあともう一歩で春という時特にそうです。はい、この時期に水をやめてしまうか、それとも、最近ね便利なものが出てるんです。こんなようなものが出てます。これ活力剤と言います。で水の量はぐっと減らしますけれど、やるという時まだ葉っぱがちょっと残ってるんだと、でこれ残したいっていう時には水代わりにこれを薄めたものをやります。はい、といってもかなり回数は減らしてくださいね。これは何かと言いますと、活力剤っていうのは自分の持っている力を引き出す、そういうもんです。だから人間で言うとドリンク剤にあたるもんですね。はい、ですのでこういうもんを水代わりに少しずつ与えて、はい、それで春まで持ちこたえさせて、春になったら本格的に水やりを始めていい場所に移してやれば
何事もなかったように復活するものが多いですよ、はい、ですから今こうなったからって諦めずに、はい、水をまず切るで、ある程度落ち着いたらそしたら活力剤をあげる。葉っぱが残ってる場合ですね。葉っぱが残ってなかったらやらなくて結構です、はい、でも完全に水切ったらダメな植物もありますから、それはまたお店で聞いてくださいね、はい、ということで諦めずにしっかり育ててあげてください。あ、それからこの時期にぜひしといてもらいたいのが、こうやってね、これ分かりますかね、ここに貝殻虫がついてます。貝殻虫はね、冬の間じっとしてます。でも春になったら一気に増えます。で、こうやってたまたま葉っぱを落としてしまったら貝殻虫むき出しになってるんでね、この時期取りやすいです。はい、ですからこれ、まあ、手で取るんではなくって濡れティッシュかなんかで拭いてもらったら簡単に取れますので、せっかくだからこの時期貝殻虫取っておきましょうね。